健一です。西成せんべろシリーズ、今回はね、まあ、部類のカレー好きの健一が新しくメニュー化されたカレーを聞きつけて、まあ、そこを行かさせていただくんですけども、まあ、そのお店は淡路屋さんです。あのうどん屋さんだったんですけども、まあ、そのうどん屋さんがねカレーに挑戦したということで本当に楽しみですよ。何回かねカレーの動画アップしますけども、もう本当にもうカレーと聞きつけばあちこち行かさせていただきます。ニャフリだ。いや、この猫って本当にいいね。キキみたい。場所はこの西成警察屋の隣です。こちらになります。そしたらあのやっぱカレーライスと、あとはあの瓶ビールでお願いします。ここの店はうどんがメインなんですけども、まあこちらねこのカレーということで、まあ、カレーライス楽しみですね。あ、このお菓子盛りとかこれ300円とかあります。すごいいい香りしますね。ああ、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい。うわあ、とていいですね。あ、これぐらい、ちょっと多めに。いや、真ん中。真ん中。あ、はい、ありがとうございます。やっぱカレーにビールでしょう。 いただきます。あ、肉たっぷり。うん、あ、この後の後味がうまい。中辛ですかね。うん、野菜、人参、すごい、あの野菜ゴロゴロ入っていいですね。うん、この野菜だけでも飲めるっていうぐらい、あのカレーの味しみが野菜で、人参で、でしかも柔らかい。もう肉多いですよね、結構。うん、このじゃがいも、このゴロゴロしてる野菜っていいですよ。もうなんか昔、今のやつカレーってなんかこういう苔がないじゃないですか。もうさらっとしすぎてね、食べ応えがこうないようであるようでないようでっていうか、もうないですね。やっぱこういうも昔ながら、キムチをつけてもこういうのを熟食べてて、やっぱりこう思い出すっていうかね、昔お母さんが作ってくれたカレーってこう思い出すので、今こういうカレーのが本当に大好きです。初めて食べた時のカレーのカレーっていう味よりか、その後の残る風味がね、旨味残る方がケニス好きなんですよ。だからそのカレーはこれですね。後味が旨味が残るっていうか、ひたすらずっとこう残るっていう、その辺がねこの店によって違うんですよ。ガツンとね辛くてうまい、その後スッとこうなくなるよりか、こう引く味、まあ四万十の歌ですかね、カラオケで聞こえますけど、でもいいですね。この昼からこういう風に飲んでこうカラオケして、でケニスはこうカレーを食べて飲んでるというね。ちょっと福神漬けとカレーが重なった時ってうまい。カリッとなって、うん、このカレーのこのうまみとね、福神漬けのこのカリッとこのあの風味が口の中にコラボした時は本当にたまりませんよね。ごちそうさまでした。
美味しくいただきました。おばちゃんや。はい、今カレー食べてきました、飲んできました。いや本当にカレー美味しかったですよ。このカレーのね、カレーっていうのはね、本当に皆さん食べてるカレーはあると思います。でそれぞれね、美味しいっていう、もうその美味しいっていうのが違うっていうのもよくわかります。でキニチの中のカレーの美味しいなと思うのは、こう辛いのはもちろんなんですけども、このカレーを食べた後のこの後味の余韻がね、ずっと大引くっていう、その長ければ長いほどね、キニチが大好きなんで、まあその中にはそのアージア産のカレー、もう間違いなくそれはお勧めしたいなと思います。このアージア産のカレーを食べると、あ、キニチはこれがめっちゃ好きなんだなっていうことがありますので、よろしくアージア産に来て食べてみてはいかがでしょうか。今西成ですよ。ただね、ただ間違いなくね、ボリュームがあります。だからこのはしご酒するにあたって、そのカレーを食べちゃうとね、かなりお腹いっぱいになりますので、お腹が空いてるときはね絶対お勧めしますし、はしご酒するときはまあどっちかって言ったら、その、まあ、前提でね、こうちょっと言っちゃうとかですね、これからはしご酒する上でカレーを食べるので、だちょっとこう量をこう調整するとかですね、女性の方はそうです、そうですね。まずそれか2人で1つ頼んで、そこからまたそのなんかいろんなサイドメニューがありますので、まあ、それと一緒にこう食べるっていう方法もいいんじゃないのかなっていうね、まあ、それはあります。でもいいことですよ。注文してね、本当に量がしっかりとあって、で満足のいくカレーを提供していただける企業努力ですからね、その辺は本当にこれからもよろしくお願いします。何回もこれからカレー食べたいというか、アジアさんに行かさせていただきますので、末永くよろしくお願いします。まあ、こんな感じで西谷千尋シリーズ今後ともアップさせていただきます。チャンネル登録、またなんかぜひチャンネル登録よろしくお願いします。で先ほどの金額なんですけども1100円でした。ケンチでした。